森を大事にね。私と妹が一番好きな場所なんだから。生徒で一番に紅葉会の生徒の一番盛大な百年祭りの時期には彼らは全力を尽くした。生徒最後のまったく祭りの鑑賞はもうかなわない。成績バイクって前のあれか。へえ、あんた成績バイクまで作れるの。なんたって俺は機械マスターになる男だからな。嘘つき男にはならないでね。よく来たわね。これでどうだ。私に任せて。よっ。まだ終わってねえ。もうみんなの手が私に来るよ。もっと早く私を助けてくださいね。いやもうあたくさん迷いも強くなるぞ。あんな大騒ぎを起こせば例のものを肌身離さず持ち歩く。どうやら思ったより落ち着いている。何のことかさっぱりわかりません。へえ、僕の前でとなると例のものは紅葉界にとって。やめなさい。あなたたちには神の名において。さすが紅葉界信仰の象徴。そんなありえません。神に捨てられたお前らが僕を傷つけられるわけがない。周りの魔物が逃げていく。これは魔族を払う日。そうね、彼らを別怪しい仮面男は紅葉界の人間じゃないでしょ。あの格好じゃおそらく紅葉界の人間じゃねえな。
黒い司祭服を着てる女の子、見覚えがあるぞ。あの女の子は聖騎様だ。前祭りのと嘘、あの小さい子が触るな。二人ともこれは忠告だ。女の子が危ないところを見過ごすなんてこの進路にはできねえぜ。この世界ではその色例のもののありかが分かるかもしれない。俺を殺すチャンスなんていくらでもあんのに、なぜ。ほとんどの紅葉界のジムは王に。どうやらしばらく目は覚まさないわね。ディアス、彼女は俺が責任を持っても、この私を血も涙もない冷血なに。ありがとうディアス。やっはまりなさい、いい人。無礼者、聖騎様を離しなさい。聖騎様、聖騎様。違う、誤解だ。別に俺たちのせいでこんなになってんじゃん。ここにお前たち二人以外誰もいないではないか。進路が誤解だと言ったでしょ。言葉でわからないなら力でわからせてやる。わけもなく侮辱されて反撃しないなんて私。リアス、やめ。この槍はすなわち神罰の化身、全ての不潔を貫け。この力でお前を倒す。おとなしく私の的になってね。みんなの手が私に届くか。これでも食らいなさい。聖騎士長様、アンゲス街を救ってくれないんですか。今の紅葉界にとって聖殿を守ることが一番大事なのは分かります。でも独身者と魔物たちは絶えず聖殿を攻撃しているゆえ、本当に何も。言ったでしょ、紅葉界は私が共に行きます。聖騎様、騎士長は鳳凰の元にお戻りください。それに何ですって、なぜ。わかりませんが、
でも絶対彼らに。ならば、なおさらあなた一人をここに残すわけにはいきません。私は一人じゃありません。この二人がついてます。この二人はソフィア、正直で優しいあなたにとても似てますよ。ことが済みましたら正殿で会いましょう。